大相撲の横綱、春馬富士が鳥取市内のの、店で、平幕の高志の癌に暴行した問題で、都県警察本部は28日、横綱、白鵬からお聞き、その場にいた全員から話を聞き、得ました。捜査関係者によりますと、お、胸食い違いはなかったということで、差はさらに確認するとともに、春馬富士、ら再び任意で事情を聞く必要があるかわか。することにしています。横綱、春馬と、巡業中の先月25日、鳥取市内の飲食、素手の他カラオケのリモコンでタッとお殴ったことを認め、鳥取県警察本部。傷害の疑いで調べています。九州城が割ったことを受けて、警察は28日、1、新田横綱、白鵬から福岡市内のホル、話を聞き、その後、白鵬は集まった。道人に対し、自分の知ったことをすべ、話した。あとは相撲を協会と警察に任せた、と述べました。捜査関係者により、す、当時、店の個室には白鵬やつる龍な、10人ほどが一緒にいましたが、警察は、28日で全員から暴行が行われた状況に行って聞き終え、カラオケのリモコンで殴っていたという趣旨の話に、おおむね食い。言わなかったということです。警察、前の話が一致するかさらに確認を進め、ともに、怪我をした高志の癌に処罰を求る、持ちがどの程度あるか確かめ、今後、